Japanese giant, Shohei Baba. Shohei Baba, his opponent this evening. Look, I'm getting out of here. 242 pounds, the Sheik, the Sheik. The referee is Wala Tatsumi, timekeeper, Dot Rodriguez.ロード・ブレアスさんによりまして、両選手の紹介が終わりました。この間にも間断なく不気味な動きを続けますザ・シークであります。対する世界の巨人、日本のジャイアント馬場であります。この試合は無制限一本勝負デスマッチで行われます。ザ・シークのデモンストレーションにジャイアント馬場も次第にエキサイトしてまいりました。レフリーはウォーリー・ツミ。試合がなかなか開始できません。思えば3年前、ジャイアント馬場選手、ロサンゼルスでこのザ・シークと対戦しております。ゴング鳴ると同時に場外へ出ました。シーク、祈りを捧げるためのカーペット、これに16本が打ち付けられました。早くもジャイアント馬場エキサイトします。場外転落、ザ・シーク椅子を繰り上げた。あれ模様であります。時間無制限一本勝負、満場騒然、 HIC アリーナの観客席であります。もちろん声援はジャイアント馬場選手に向けられております。何かを持ちました。ザ・シーク、鉛筆のようです。鉛筆で突きます。胸板を突きました。激しく突きました。ザ・シークの残虐な反則攻撃であります。馬場の巨体が倒れ込みます。 HIC のリング、もののけに疲れたように中空を睨みます。ザ・シーク、悪霊を呼ぶか。ザ・シークのリング上であります。噛みつきに行きました。額のあたり、さらに鉛筆で額を突きます。その鉛筆の先が赤くなってまいりました。襲いかかるザ・シーク、アラブの怪人ザ・シークの猛烈な反則攻撃であります。相手に失血させることはもちろん、ザ・シークの額は縦に大きく傷跡が十数本見えます。まことに不気味なザ・シークであります。ジャイアント馬場、勝つ時が来ました。ジャイアンチョップ、脳天割り、全体重を乗せての脳天チョップ、ジャイアンチョップであります。ノーテンチョップが続きます。馬場の額は大きく割れました。先決倫理、アラブの怪人に迫ります。満場騒然、ハワイホノルル HIC センターアリーナ、インターナショナルセンターアリーナリングであります。ついにザ・シークの額も割れました。シークの額も割れております。放送席に
またも獲物を取りにやってまいりました。鉛筆を奪い取りました。ダシーク噛みつきに行きました。レフリーの包みカウントを取ります。額に容赦なく噛みつくダシーク、自らの額も真っ赤であります。両者血も見れました。本日の無制限一本勝負デスマッチであります。巨体を波かせてダシーク、放送席の椅子を取り上げました。カウントを行いますレフリー。カウントは6、7、8。馬場の猛攻、エプロンであります。エプロンに打ち当たります。依然としてカウントは行われております。リングロープを張ってあります。そのスプリングのあたりに頭を打ちつけますジャイアントバー選手であります。ラシークの額も割れました。ジャイアントババの額も割れております。ジャイアンチョップから噛みつきに行った。ババが噛みつきに行きました。往復の噛みつき攻撃、噛みつきました。ジャイアントババ湧きに湧きます HIC アリーナ満員の観客席。カウンター打ちからカウント2、カウント不十分。ジャイアント馬場、好投のジャイアンチョップ、カウンター打ちが出ました。突き上げるようにチョップを打ちますジャイアント馬場、覆いかぶさる。しかしロープに近く、スイープが今度は大きく口を開けております。ロープブレークを伝えるレフリー、首を絞める、額に噛みつく。アラブの怪人の名にふさわしいザ・シークの猛烈なラフ攻撃であります。両者場外転落しました。両者場外転落、放送席が荒らされます。机を投げつける、馬場もその机を取り上げた。机に額を打ち当てた。満場騒然、やれやれの声援であります。放送席の机、本部席の机にザ・シークの額が打ち当てられました。乱戦模様、場外でシークの頭がリングサイドの椅子に打ち当てられました。馬場は立っています。シークは片膝をついております。ゴングはすでに鳴らされておりますが、リング下から板を持ちましたザ・シーク、これを獲物にして場内へ戻っております。細い角材を織りましたザ・シーク、尖っています。獲物に、これを獲物にして突きまくります。ダシークの猛攻であります。材木を噛みますダシーク、獲物を取り上げました。
ババチークの獲物を取り上げて報復の攻撃であります。噛みつきに行きます。ジャイアントババ脇腹に噛みつくザ・シーク大流血の果ては噛みつき合いとなりました。大乱戦であります。首を絞めますザ・シーク、ロープに詰まりますジャイアントババであります。ついにレフリーを殴りつけました。ザ・シークの反則であります。ババが立ち上がる。16問を額に飛ばしました。生涯が折れるザ・シーク、これを追うジャイアントババ。ロッカールームへの道で大乱戦が続いております。 In 11 minutes and 10 seconds both men were disqualified for fighting outside of the ring. The match is a draw. 両者リングアウトということで試合は引き分けというアナウンスが流れております。しかしよく戦いましたジャイアント馬場選手であります。額を真っ赤にしましたジャイアント馬場選手、今リングの外へ降りてまいりました。お疲れ様でした。どうも。大変な試合でしたね。マイクあちらです。そうですね、今日は大して強いとは思わないんですよね。やっぱ狂気持たれたりやれたりしましたんで、今日こそはもう完全にやっつけてやるだけの調子もありましたしね、僕の方、惜しいことしました。そうですか。でしかもこれをね、日本で解決したいと思いますよ。そうですか。これがね、アメリカでの第一戦なんですがね、今後の予定はどうなってますか。そうですね、これから、荒っぽいテキサス回ったり、ニューヨークの方へ回ったりして10試合ぐらいやっていこうと思います。やっぱ試合の感もね、どんどんやっぱりまた戻していかないし、はい、日本のファンにいかがですか。そうですね、ぜひ久しぶりにこれから思い切ってですね、まあ自分の思い通りにやると思うんで、ぜひ期待をしてもらいたいと思います。そうですか。ザ・シークもぜひとも決着をつけたいというところですね。そうですね、まあ、折りがあったらね、このシリーズ中にもう一回決着つけて帰ろうと思います。そうですか、ありがとうございました。どうも。ジャイアント馬場選手のアメリカ転戦第1戦、ハワイホノルルのインターナショナルセンターアリーナよりお送りいたしました。